はい、今回のお話は樹形についてのお話です。針葉樹っていうのはとにかくこう上へ上へ伸びるように成長するので、こういう形の樹形なんですけど、広葉樹はある一定の高さに来ると横へこう広がるような形の樹形になります。はい、針葉樹はもうこういう、クリスマスツリーみたいな形の、樹形になります。で、一方広葉樹なんですけども、まあ、有名な CM のちょっと動画なんですけど、こんな形の樹形になります。なので、樹木っていうのはやはり成長とこう安定を目指して、この理想の樹形っていうのを目指しています。まあ、樹木が理想とする樹形として、まあ、緩慢、裏ごけっていうの言葉はあるんですけど、まあ、実は木材の場合はこの緩慢が喜ばれますよね。この赤線が、まあ、丸太から取れる材の割合、まあ、考えると緩慢の方が、まあ、効率よく材が取れる。一方裏ごけは、まあ、効率よく材が取れない。で、緩慢っていうのはこの元の直径と先っちょの直径差が少ないのが緩慢、直径の差が大きいのが、まあ、裏ごけになります。だから木材生産する上では実はこの緩慢が良くて裏ごけは嫌だよと。ただ樹木の安定っていう風な点で考えると、実は緩慢よりも裏ごけの方が安定します。というか樹木っていうのは基本的に裏ごけが安定するので、この裏ごけになるように本来は育ちたい、まあ、つまり木材を生産するために人間は、まあ、木をこの緩慢っていう形に、まあコントロールしてるっていうことになるかなと思います。で、ここでちょっと考えていただきたいのは、まあ、緩慢材の方が風に対する抵抗力が弱いよっていうことです。で、まあ、釣り竿をイメージしていただくと、釣り竿も先っちょに行くほど細いですよね。で、それを釣り竿をビュンって振った時に先っちょがビュンビュンビュンって揺れるので、手元に、まあ、あまり負担がかからないと。同時だと、樹高を測る、速乾っていうボールがあるんですけど、あれも先に行くほど細いですよね。手元が太くて。じゃあ速乾とか釣り竿がもし、先っちょが太かったらどうなるかっていうのを想像していただきたいんですけど、釣り竿の先端が太かったら釣り竿を振った時に手首、手の負担と大きいですよね。おそらく速乾もそうだと思います。あの速乾10メートル上げるのに先っちょが太かったら、やはり持つ方もグラ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 してくると思います。だから、木でもこう風がふわーって吹いたときに、緩慢だったら、こう、ふわーって吹いたときに、やっぱ根元の負担が大きい。逆に裏ごけだったら、先端がこう激しく揺れて、ここでショックを吸収してくるので、根元の負荷が小さいと。いわゆる緩慢材の生産をするっていうことは、不安定な木の生産をしてるんだなっていうことを気づいていただきたいなと思います。だから風に対して抵抗力のある緩慢材を育成するっていうのが大事になってきます。つまりこの重心が低いと、まあ、メトロノームをイメージしていただきたいんですけど、重心が低いと揺れ幅が小さい、で重心が高いと揺れ幅が大きい。つまり揺れ幅が大きいということはそれだけ根元に負担がかかります。で重心を低くしようと思ったら、やはりこの葉っぱの量をたくさんつける必要があります。葉っぱの量が多くなると当然重心も低くなると。同時に葉っぱが多いということは光合成も盛んに行うことができるので、成長量もまあ多くなるとなっていくと、根っこにも養分が回る。一方着用量、葉っぱの量が少ないと重心は高くなってしまうし、同時に成長量も光合成する葉っぱの量が少ないと当然ね、成長量も少なくなってしまうので、その分根っこに対する養分もまあ回せなくなってしまうと、まあ、そういうことが、考えられるかなと思います。だからこんな感じですね。重心が高いと揺れ幅が大きい、揺れ幅が小さいと。それだけどっちの方が、左のメトロノームと右のメトロノーム、どっちの方が根っこに対して負担が大きいかっていうのがイメージしていただけるかなと思います。でそこでまあ、じゃあその安定な緩慢材を作るためにはどうしたらいいのかっていうので、まあ、森林を判断する指標というのがあります。
一つ目が、聞いたことあるかと思うんですけど、受講調律というものです。これは、受講に対するこの受講調の割合、最低が 40%、 理想が 60% で、この受講から枝した子という生きた枝の高さですね、地面から生きた枝の高さを、引いて、この分が受講調になって、この受講調と、受講の割合で出します。で、この受講調率が 40% を最低 40% 40% と下がってしまうとちょっと不健康ですよと、理想がまあ 60% というふうに言われています。で、もう一つが計上比、これはこの受講を強行直径で割った値で、まあ、70を下回ると気象害を受けにくくて、80を上回ると気象害を受けやすいと言われています。で、成熟段階の森林、つまりまあ50年生を超えてくるような、高齢林だったら、まあ60を基準値にって言われています。で、すみません、成熟段階って何って思った方は、同じく動画の、林分の発達段階っていうところで解説しているので、そちらで、お聞きください。ちなみにですね、孤立木の場合、計上比は50を超えると倒木のリスクがあると言われています。だから孤立木の場合は30から35が理想だというふうに言われています。まあ、森林の場合は集団で固まっているので、まあ、計上比は、70下回ったら大丈夫ですよということになります。で、考えていただきたいのが、こういう作業度ですよね。こんな形で、いう現場がよくあると思います。作業度があって、で、下枝が枯れてしまって、樹高というか、枝がこんだけしかなくて、いわゆるもう、緩慢材で重心が高い木。まあ、こういう、現場、よく見られると思うんですけど、ここでこの、風を吹いた時の木の揺れ方を動画で見ていただきたいんですけど、こんな形で、何気なく多分普段風の中で見てるかもしれないですけど、こういう形で揺れてますよね。で、揺れ方も一方こう揺れたり、こうぐるんぐるん回って揺れたりとかしていると思います。そういう形で揺れたりするんで、時々こういう風にして木と木が絡んだりする場合があります。やはり緩慢材で、枝葉が上にしか集中してない、重心が高いからすごく揺れて揺れて揺れて絡んでしまうと。で、結果、着量がこういう風倒木が起こったりします。やはり着用量が少ないということは、光合成の生産量も少ないということは、栄養不足なので根も貧弱であります。しかも緩慢っていう、決して安定した樹形とは言えない形で、さらに重心が高いと。だからこうやって簡単に、台風が降ったりすると、吹いたりした時に、強い風が吹いたりした時に、まあ、倒れてしまうと。倒れてる木見ていただくと分かると思うに、緩慢で当然今後バーってきて、枝葉こんだけしかついてないですかね。当然重心が高い、しかも緩慢で、葉っぱが少ないから養分も根っこまで回らないから根も浅いってなってきます。そうなるとやはり木材って資産なので、倒木すると資産の喪失だし、これがまあ仮に材一番に出しても安くなってしまうので、資産価値の低下もしてしまうと。それだけじゃなくて、こういう隣接木が倒れてしまうということで、防護柵が壊される、鹿の侵入を招いて食害を受けるということは、倒木すると再投資した、つまり再植林した木材、資産を失ってしまう、再投資した資産を喪失してしまうよということになります。やはり未整備森林というのは、やはり不健康な樹木の集団というふうに僕は考えています。樹形は緩慢、決してその安定した言えない緩慢材で、しかも風に弱いで、枝葉も上に集中して重心が高いからすごく揺れる、その上葉っぱも少ないから光合成量も少なくて、ね、これまで養分が届かなくて根も貧弱だと。しかも孤立木は計上比50を超えると倒木する恐れがあると言われています。30から35は欲しいよと言われています。で、森林の場合は林木が集団してるから計上比70を下回れば大丈夫と言われてますけども、こういう風な形で切り残されたら、果たして計上比70を下回っていてても、まあ大丈夫とはなかなか言い難い。むしろその孤立木の計上比を参考に、孤立木の、まあ、計上比を参考というよりも、50を超えると
まあ、倒れやすいって言われている孤立木のことを考えると、まあ、これもちょっとまあどうなのかなというふうに思います。まあ、当然、山主の関係で境界木で残しておいてくれたとか、法律の関係で残さざるを得ないとか、まあ、いろんなことはあると思うんですけども、それでもやはり、間伐がちゃんと行われないと、やはり下枝がどん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 枯れて、枝葉が上にしかなくて、重心が高くて、緩慢で、根っこも貧弱で、よりその倒れやすい山になってしまうんじゃないかなと思います。だから森林整備っていうのは樹木が健康に育つ環境づくりじゃないかなと僕は思っています。以上です。ご清聴ありがとうございました。